はい、こんにちは。これはですね、基本書と言われるテキストなんですけども、まあ、あと1巻から11巻まであります。で、ちょっとページを数えたんですけど、だいたい4800ページぐらいありまして、結構多く見積もるに越したことはないと思うので、5000ページあるとします。はい、この基本テキストだけで5000ページという前提でお話ししますと、法律を初めて勉強するときから、状態でこのテキストを読み始めると、初めて読むときは1時間に、10ページほどなんですね。すると、1巻から11巻まであるこちらの、5000ページのテキストですね、全部最後まで読もうとすると最初の1週目だけで500時間ほどかかってしまうということになります。そうするともう1週読んで500時間ですと、あと過去問とか記述とか論法とか読んでるとちょっと間に合わない、時間が足りないですとか絶望しがちなんですけど、まあ必ずしもそうではないということです。まずですね、このテキストなんですけれども、テキストを一回回した後に過去問を解いたりしますよね。その後にもう一回テキスト、2週目に入ると、前回よりも格段に早く読めます。というのは、テキスト自体頭に残ってて読み進めるのが早くなっている場合もありますし、過去問で学習した知識が、まあ、テキストの方にも出てくる場合があるからですね。したがって初めて見たり聞いたりする言葉というのがちょっと減ってきますので、読むのが早くなっていくということです。したがって2回目を読むのに1時間10ページはかかりません。はい。まあ、よほど難しいところはそれぐらいかかる分野もあるかもしれませんが、ごく一部ですね。で、こうやってですね、2回目回して今度また3回目回すわけですね。そうすると、またテキストの他にまた過去問も、覚えていることが増えるということは、テキストを進んで読み進めていくにつれて読むスピードはどん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 速くなってきます。そうすると最初1時間 10ページで絶望しがちだったんですけど、どん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 速くなってテキストをあっという間に読み進めるようになってきます。で、このテキスト読むスピードが変わらない場合というのは、大体テキストを読む感覚が空きすぎているですね。その場合はですね、おそらく兼業の場合だと思います。この場合ですと、まあ、対策としましてはテキストの科目を絞ってそれを集中して回すといったことが考えられます。例えば民法ですと、民法の1,2,3 ですね、 1,2,3 巻までに絞ってこれを繰り返す。そしてある程度覚えてから不動産登記へ進むといったやり方で集中して繰り返して、これを徐々に徐々に進めて次の科目へ進めていくというやり方です。はい、こうやって勉強していきますと、まあですね、勉強する範囲は例えばテキストの他にも過去問がありまして、あとは記述のひな型ですとか問題集とかもあるんですけど、これら勉強してますと必ずテキストの知識とつながっていることが多々ありますので、まあ、どんな勉強をしてもですね、巡り巡ってテキストを読むのが早くなるのに役立ちます。はい。そうするとやはり勉強が進むにつれてびっくりするほど読むのが早くなるんですね。で、このびっくりを経験せずにちょっと勉強を諦めるのはもったいないので、ぜひともですね、テキストを読むの早くなる瞬間というのを、まあ、体験できるように頑張っていただければなと思います。はい、一応の目安なんですけど、そうですね、試験を受ける、まあ、合格を目指す直前期のあたりでテキストを1時間読んだ時に、まあ、100ページ以上読めるようになってると、結構知識に磨きをかけられる状態で試験に臨めるかなと思います。はい、というわけで今日はテキストのですね、読むスピードについてお話ししました。さよなら。